おはようございます。ゆきちゃんでございます。はい、私もですね、相変わらず、以前申し上げたようなもうマグロ状態でですね、あっちはこっちは動き回っているんですけど、ちなみに9月は、以前にもご案内申し上げたように大分で、クラシックの、トークショーです。これはトランクショーではございません、トークショーをやらせていただく。からまた10月はですね、1日と2日のは、札幌でですね、初の、トランクショーをやらせていただきます。これは札幌のニューオータニで、土曜日曜をやらせていただき、また10月は22、23の広島の、リーガロイヤルホテル、こちらでもやらせていただこうと。で、また10月の29日と30日は、なんとやっぱり山形の鶴岡でですね、トークショーをやらせていきます。今日はですね、ディレクターから、私のベスト5のネクタイをちょっと語ってくれというご依頼なんですが、ベスト5をですね、朝から実はあれじゃない、これじゃない、どれがベストなんだって言って並べて結構、5本じゃないんですよね。一つは私がカーキ系の色、カーキ系の色というと大体ここら辺のネクタイが、カーキのスーツ、もしくはジャケットに合わせるものでは、カーキ系統の色が、こちらございます。この辺のネクタイの中で、じゃあベストはっていうと、これはご存知でいらっしゃる方もおいでかと思うんですけど、私の赤峰ロイヤルラインのオリジナルのタイ。こちらがですね、やっぱりなんやかんやいろいろなネクタイを持ってるんだけど、やっぱりベストワンはこれかなというふうに思います。で、次はですね、やっぱりグレーのスーツ。今日私もグレーのスーツを着ておりますけど、グレースーツということになると、今までは、グレーのドット、水玉ですね。それから幅広の、いわゆる三段と言われる幅広のネクタイ。で、これをスーツラインに合わせるんですと、こちらのやっぱり、三段のグレーが、私にとってはベストということで、なんとなく売り込みではないんですが、結果そうなってしまう。で、あとネイビーですよね。紺のスーツとか、もしくはグレーのスーツに合わせるときに、今まではこちらですね。これは、バタックさんのオリジナルのネクタイですけど、ナシジオリでですね、非常に素晴らしい作りなんです。で、あとはこちらですね。こちらは横浜の信濃屋さんの、白井さんが企画なさったネクタイ。で、そこで合わせて、やっぱりグレーのスーツにもネイビースーツにも合うというと、これもオリジナルで、作ってまいりましたネクタイ。したがって、こちらがやっぱり私にとっては、ベスト3の中の一つです。で、あとはですね、ベストカラー、いわゆる、よく私はオールマイティーカラーというんですが、こちらのお色は、茶系のスーツ、ベージュのスーツ、もしくはネイビーのスーツ。下、シャツは薄いブルーあたりは、今まではこれがベストウェイです。で、これ以外にもですね、こちらですよね。これはちょっとネクタイの幅が細いんですけど、こちらも同じように、茶系とブルーとネイビーが入ってるネクタイです。はい。あとはこちらですよね。これもよくしておりますけど、ペイズリーの柄で、ネイビーで、これはネイビーのスーツの場合、もしくは茶系のスーツの場合なんかは、大体これで合わせます。で、この中でやっぱりベストとなると、こちらは、リベラー&リベラーので、昔買い求めたベスト。これがですね、茶ネイビーでは、これがベストなの。これで一応ベスト4が揃ってまいります。で、あとは、なんといっても、茶系とネイビーっていうのは非常に相性がよろしいんで、茶系とネイビーでは、こちらをする場合、もしくは、こちらのネクタイをする。これの中でどちらかというと、これは、フランコ・バッシ。フランコ・バッシの、こちらのネクタイをするというので、これでベスト5なんですけど、あと、ベスト6になるんですけど、ベスト6は、茶系のスーツ。これはよく私が好きな茶系の中でも少しレンガっぽい色。で、これをペイズリー仕立てにしたらこうなる。完璧にちょっとオレンジに近いものではこちらということで。この中のベストワンというとこちらかなとい
いうことで、ごめんなさい。まあ、ベスト6があります。で、最後はですね、あともう一色は、こちらも同じように、これはロイヤルラインのオリジナルで、茶と、いわゆるレンガ色とベージュと、白が入ってるネクタイ。まあ、こちらはまあちょっと新しいんで、まだ私は締めてませんので、まあ、こちらのネクタイがおすすめかなと思います。で、あとは最後はあのドレススーツですね。これはあのいわゆるモヘアのスーツあたりに合わせるんですと、いつもながらおすすめしているのは、この赤黒白という3色に白シャツ。これがまあパーティーのスタイルなんかではよろしいですよという話です。で、最後の最後になりますけど、ボルドー系ですよね。これはまあ、私の場合は、グレーのスーツには結構この辺の色もよく合わせます。というところでベスト7ぐらいになっちゃうんですけど、まあこの辺が私のまあ、捉えてるものと。で、この辺はまあ、詳しくはですね、お知らせ申し上げてる、私の写真集が、10月に出来上がりますんで、こちらの中で結構ネクタイを今申し上げているようなものを、締めておりますんで、ぜひご参考にしていただければなというふうに思います。それではまた水曜日お会いしましょう。チャオチャオ。Buona giornata, ciao!